この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。サイクリングサイクリング、ヤッホー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 って、ちょっと自転車どうしたんですか。いや、ヤッホーヤッホー、青春サイクリング今だったね。ここ紹介しなきゃいけないんだよ。はい、ね、そうです ね、はい、ここは木津と嵐山を結ぶ自転車道ですよ。サイクリングロードです。はい、そうです。ということで私もね、はい、あの3ヶ月かけて自転車を乗れるように練習したんですか。いや、乗れるっていうのは最初から乗れるけど、はい、あ、気持ちがいいでしょうね。はい、自転車に乗ってダーって言ってる人がさっきからいっぱいいましたからね。はい、ここ何キロ全長あるかご存知ですか。木津から嵐山まで、はい、30キロぐらい。もうちょいです。もうちょい。40キロもうちょいです。50キロもうちょっと少ない。45キロ。45キロです。マナーを守ってね、はい、なんかこう仲良くね、そうですね、やってるっていう感じしますわ、はい、そうですよね。でここあの下何か分かりますか。お、茶畑ですよね。これハマ茶らしいですよ。え、ハマ茶。ハマ茶っていう、ハマ茶っていう名前、あんまりそこは詳しく聞かないでください。そうそう、お茶なんだ。お茶なんです。はい、ハマ茶。宇治がもうあっちの方やもんね。宇治やからな、ね、はい。番組スタートって言っといてください。はい、どこ行くんですか。これから嵐山に行くんですか。はい、はいはい、私がさよなら、はい、まあ、では大林さんは置いといて番組は進めたいと思います。お楽しみに。このジュエリー、私から大切な人に未来へつなぐ幸せの輪、思い出とともに形を変えて受け継いでいくジュエリーの悩み事、まずお電話ください。皆さんこんばんは。今日は草笛四郎と歌仲間という内容でお届けいたします。いつもテレビ、ラジオ、ステージで全国的に精力的に頑張っておられます草笛四郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。皆様こんばんは、草笛四郎でございます。草笛さんはあのお嬢お嬢と呼ばれておりまして。そうです ね、それもひばりさんのおかげでね、私もこの世界に入りましたから、今日はひばりさんを取り持つ仲間たちがね集まっておりましてね。そういう仲間ですね。はい、もうひばりさん大好きな人ばっかりです。そうですね、もう丹後からね来てくださいまして、前回もそうです ね一緒に歌わせていただきましたね、うん、また13日回もありますしね。そう、あの京都月1回ね、13日にまたあの京都で月1回の催しがございますんでね、うん、またよろしかったら皆さんお誘いくださいませ。13日会というのは特にあのやっぱりひばりさんが好きな方が集まる、まあ、そういうわけではないんですよ、うん、まあ、ひばりさんをね、まあ、メインにして、だからひばりさんが取り持つ中でございましてね、いろんな方がねお集めになりまして、いろんな歌を歌っておりますんでね。平井さんはね、丹後のひばりちゃんやってこの番組もね何回か出ていただいて、見てください見てください、口紅もひばりさんと一緒の口紅ですよ皆さん。そうですね、それ言われないとわからんけど、ひばりちゃんの口紅、はい、言われてみると珍しい色の口紅ですね。で大切に使わせていただいて。そうなんだ、はい、そして今日は北さんもね参加。北さんも初めてね参加してくださいました、ね、北さんはどういう方ですか。大阪の方から。あ、そう、はい、それもまた北さんともね京都のあるねディナーショーで出会いましてね、うん、それからの付き合いでございまして、断るごとにね、まあ、あのひばりさんの歌を歌っていただいて、あの13日会に来ていただいております。北さんもやっぱり美空ひばりさん大好き人間ですか。そうですね、うん、もう 3,4 歳ぐらいからちょっとこうあの集会所みたいなとこでね、うん、ちょっと歌った記憶がかすかに残ってるんです。そうですか、かすかに。ずっとひばりちゃんばっかりでもね、うん、ひばりさんお好きな方はねどこか似てるんですよ。ほら今日は眉毛ちょっと似てるでしょ。似てる似てる。みんなこだわってはんねやね。こだわってますよ、ね、あの草笛さんなんかはあのライブでもひばりさんの歌をもう何曲も。そうですよね。でお嬢お嬢と呼ばれて。そうなんです。これご覧の皆様、お嬢と言って失礼しました。今は道場ですから。道場って今日はじゃあそれぞれ皆さんひばりさんの歌ですが、何を歌ってくださるんですか。私は大川流しを歌わせていただきました。大川流しね、はい、はいはいはい、これはね誰もが歌いたいね難しい曲ですけどね。うん、草笛さんは今日は、今日はあのね、あの今世間がね本当にね大変な時期でございますからね、ずっとね、まあこれは私の舞台で最後に歌ってる歌なんですが、うん、人生一路、皆さんにね あの元気になってもらいたいと金虫で歌わせていただきます。元気が出ます。はい、北さんは何を。はい、哀愁で船です。哀愁で船、はい、あ、皆さんねそれぞれ素敵な曲ばっかりでございます。さあそれでは参りましょうか。参りましょう。はい、1曲目は北道子さんに哀愁で船を歌っていただきます、はい、そして2曲目は平井茂子さんには
大川流しを歌っていただきます。そして最後私ひばりさんの人生一路をお届けします。よろしくお願いいたします。夜の雨に濡らす
たら二度とは帰ぬ、これが自分の生きる道、泣くな迷うな、苦しみ抜いて人は望みを果たすのさ。朝に埋もれて耐えて、麦は芽を出す春を待つ、生きる試練に身をさらす者、意地を貫く人にまで、胸に根性の炎を抱いて、決めたこの道にまっしぐら、明日に駆けよう、人生この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。